お母さん、臭豆腐どうぞ。臭豆腐ね、挑戦してみたら意外と平気だよ。半分ね、半分取ってあげる。半分もいらないって。半分の半分取ってあげる。半分も半分はいらないって。フライでいただきます。まお母さん、帰るの？帰ります。帰るんですか？帰ります。お母さんが好きな台湾グルメ、ネギ餅、有名な四番街のお店のやつ。ネギ餅かわいそう。食べてみて。食べられるか。いただきます。はい、どうぞ。美味しい。美味しい、美味しい。いや、最高に美味しい。ほら、聞いた？心の中から出た。パスネイシンの美味しい。うん、あ、美味しい。よかった。香ばしくてすごい美味しい。叩かれた価値があった。本当だ。外カリ、中ふわ。もっちもち。美味しいね。うん、美味しい。ジェリーちゃん、なくなっちゃう。これはあげられない。次、次行こう。ここがですね、台湾の家庭料理が味わえるお店です。臭豆腐だ。臭豆腐もみんな普通に家庭で食べる味だから結構です。ここ台湾の家庭料理。お母さん食べたいもの、じゃこれで気になるのあったら頼んで。これ食べたい？先生、食べよう食べよう食べよう。台湾の家庭料理をなんか小皿で楽しめるからおすすめ。お母さん、臭豆腐どうぞ。臭豆腐ね、挑戦してみたら意外と平気だよ。半分ね、半分取ってあげる。半分もいらないって。半分の半分取ってあげる。半分も半分はいらないって。フライでいただきます。まやだ。臭いよ。揚げたのの方が食べやすいって言ってるじゃん。これはちょっと上級編だ。揚げたのにしてね。もう美味しいよ。口の中がすごいことになる。本当にこれはごめんなさい。タチウオ美味しい。大好きなお魚なのこれ。じゃあ豚足ちょっといかが？うん。これね、本当に美容にいいんだ。形見なければ。ちょっとガブっていってみて。一口でいいから。あとは私が食べるから。いや違う、お肉だよ。コラーゲンだけど。コラーゲンだよ。いただきます。普通に確認やん。そうだね。いや、こうやって食べるんだよ。これは台湾人。私はごめんなさい、爪がついてる。これが美味しい。これなんていうの？ラーラー、ラー美味しい。やっぱ薄味って思う。うん、美味しいよ。これなんて本当に台湾のオーソドックスな家庭料理。なんか素朴で美味しいよね。さつまいもは？あ、臭豆腐で写真撮るの忘れた。じゃあ食べ終わってお母さんにグッバイ決まってもらおうかな。ここは101から一番近い夜市。あのミシュランが一番多い夜市って言って撮ってた。ミシュランが多いの？ミシュランでウェブグループ、研究グルメ的なもので選ばれるミシュランが一番多い夜市。例えば唐揚げとか煮物とか。今から行く。今から行くデザート。わ、楽しみ。見て、夜市にさ、お寿司もあるんだよ。本当だ。お寿司も一応台湾料理だな。だってオリジナル。ちょっと食べたくなるような気がする。ちょっと心配だよ。台湾ハンバーガー、角煮まん、長崎の角煮まんみたいな。サッパオ、小さいの、ちっちゃいのでいい。本当に一口ぐらい。そう、一つずつあれば。日本でも流行るよ。いや、もう流行ってるよ。そう、いっぱい食べたいものはあるんだけど、でももう私たち今日一日結構食べたから、ここはデザート。すごい大きいスイカが。でかっ。スイカジュースも有名だから。スイカジュース飲もうか。もしかして種も入ってる。でも、こしてくれる。ああ、そうだよね。びっくりした。ここ、イカの内臓専門店だよ。内臓の専門店。全部内臓食べれる。はい、いただきます。スイカだ。バッチリスイカだ。確かに野菜っぽいよね。野菜っぽい。スイカ、うん、本当に有名な店は全部並んで、ほら、うちが夜市取ってるんだけど、大変さが分かります。すごいね、行列ができるお店いっぱいあるからね。そう、ここもミシュラン。さつまいもボール。昔、鉄道の時代の時にみんなさつまいもしか買った。今は時代が変わって、さつまいもボールが。でも日本で買うと500円らしいよ。そう。いっぱい食べて帰ろう。
経費高いから人が押してるから金木犀がかかりました。面白いね、上にあったかいやつ。そう、下が冷たいからずっと湯気が出てる。でもこのお団子があったかいうちに食べてください。下が冷たくなってる。そう、一回レモンつけたら。レモン汁は無料だから。私はピーナッツ、お母さんのごま、2種類で、これさ結構ペーストが甘いじゃない。甘いのを食べて、下がレモンと金木犀のかき氷でさっぱり。このお団子美味しい。美味しいでしょ。うん、美味しいです。よかったね。よかった、今日もいっぱい食べたね。いっぱい食べたよ。またチャレンジしたね、今日も。ねー、一番美味しいのはネギマスだ。3週間もいたのに、まさか今日食べたネギマスが一番だって。じゃあこの3週間で何キロ落としたんですか。2キロ痩せました。あ、痩せた。なんで、まさか。運動してるから。そう、ジムに行ってるから。次回は5キロを目指します。日本に帰ったら全然動かないのに、私たちと一緒にジムに通い出したから2キロ痩せたんだ。帰るよ。帰るの。帰るよ。じゃあ今度いつ来るの。来月。そう、3ヶ月語学留学に来ようかな。喋れるようになるかしら。出してよ。1年いても無理だと思う。帰るの。帰るよ。今度いつ来るの。今度いつ来ようね。結局今回はどのくらいいたの。3週間ちょっといた。こんなに長くいたの初めてだね。そうだよね。おかげさまで満喫させていただきました。どうでしたか、台湾ロングステイ。楽しかったです。美味しいものはいっぱいいただきました。台南も高尾も行ったし ね。そう、行きたかったとこ行けて。今度はホアリンと台東に行こう。はい、よろしくお願いします。帰るの。帰るの。連れて帰るから。行きます。帰るの。帰るよ。じゃあ今度3ヶ月に1回、1ヶ月来たな。3ヶ月に1回、1ヶ月ってすごいね、それ。お母さん、今回一番おいしかったのはネギ餅。せめて台湾のグルメだからよかった。しばらく住んでたら集合を調達するよ。調達するやろか。私、しないような気がする。私もしないような気がする。うちのお母さんともっと交流すれば。そうだね、台湾語が上手になるんだ。いいかもしれない、それも。お母さん、帰るの。帰ります。帰るんですか。帰ります。帰るんですか。帰ります。お父さんが待ってるから。バイバイ。気をつけてね。着いたら連絡してね。じゃあか。日本式のお見送り。じゃあね。はいだ、任務完了。やっちゃった。